キットゥーンズをチャンネル登録して楽しい冒険を始めよう。レナはユーチューバー。何してるの？見てるの。何を？何を？もう何なの？退屈なんだもの。何か他のことをしない？賛成！谷のみんなの様子を見てみよう。おお。あれは何？紙でできてる。マジも。見て、おもちゃを運んでる。見せて見せて、うん、レディーが見えるわ。スライムボールだ。わー、楽しそう。珍しい遊びね。じゃあ見に行ってみようよ。見て、レナ、谷ではどうやって遊ぶのか教えて。これで？そうよ、物を動かす方法とかスライムの作り方とか字の書かれた箱の使い方も。今忙しいの。本当に力になりたいけど、オーブンでケーキを焼くのよ。ケーキをオーブンで焼くの？魔法じゃなくて？見てもいい？もちろんよ。私は何でも知ってるの。だって私はレナ、この谷で一番有名なインフルエンサーで、レナのお部屋にアップした動画を見れば何でもわかるようになるわ。知りたいことがあるなら絶対見た方がいい。フォロワーもたくさんいるのよ。フォロワー？ここには誰もいないけど。レナはアップするって言ってたけど、水につけてアップアップさせるとか？はい。見て、アヒルみたいに浮かんでるわ。やり方が間違ってたみたい。もう何も知らないのね。字の書かれた箱みたいに使うのよ。ダメよ、そうじゃないわ。ボール遊びに使うものなんじゃないかな。手を噛まれた。レナ、レナ、レナ、どうしよう。レナが中に閉じ込められちゃってる。大変だわ、レナを助けなきゃ。あれ、ダンスを教えてる。見て、みんなヤッホー、レナのお部屋へようこそ。今日はこの面白い本とビヨンビヨンスライムで遊んじゃうよ。私もスライムが欲しい。字の書かれた箱よ。貸して。私が使う。どうなったの？中に入っちゃった。レナ、そこにいるの？ええ、ここよ。パソコンで何してるの？私の動画は？もしかして消しちゃったの？ごめんね、レナ。そんな、チャンネルが、フォロワーが、インフルエンサーなのに。大丈夫よ。みんなで新しい動画を作るのを手伝うわ。チャンネルとフォロワーを取り戻して、インフルツセンサーはよくわかんないけど。いくよ。よーい、アクション。うわぁ。違うわ。空いている手で掴むの。あ？凍ったスライムが当たるところだったね。ファイヤースライムよ。お返し。こっちこそ。さて、練習しようか。こうやるの。二人の番よ。よーい、アクション。気持ち悪い。触らないで。ベトベト。こんなんじゃ有名になれない。あなたたちのせいでフォロワーもいなくなったのよ。ねえ、フォロワー数にこだわらなくてもいいじゃない。チャンネルの友達なんていらないでしょ。友達ならここよ。友達が欲しいの？ならもうここにみんながいるじゃない。みんなでフォロー、イエーイ。そうね、私にはここに最高の友達がいるんだったわ。やったファンタジーマジックティアー。おー、
修理屋さん？ねえ、ワンディ見て。待って、今月を見てるの。ワンディ、これをほどいてくれない？月のクレーターを見たことがある？目にそっくりだと思わない？レディー、三つ編みの黒の私に任せて。ここをこうして、そっちはキャー、ワンディー助けて。どうしたの？大丈夫、これでほどけるはずよ。行くよ。わー、すごい、メリーゴーランドみたいに目が回る。もっともっと早く、ロープに結び目が。ワンディ、手伝ってくれる？あの結び目をほどいてほしいんだけど。月のスマイルを見たことある？ワンディいたらずっと空に夢中だよね、ちっとも話を聞いてくれない、もう友達じゃないわ。自分のことばっかりで助けてくれないんだもん。ミッシーを呼んできてくれる？どうすればいいのかわからないの。ねえ、修理を手伝おうか？わかるの？宇宙物理学に比べたらこんなの簡単よ。ハンドルを上に置いてと。それは車輪よ。そっか、車輪なら下じゃなきゃね。でも車輪っていくつあるの？4個よ。ねえ、手伝おうか？お願い、私がやるわ。ここをちょっとだけいじって、それからここも少し。私が直すの。だって私たちは仲良しだもんね。できた。お礼はいらないわ。いつでも私を頼ってね。この糸はここで、これはそこ。なら、これは？ねえ、手伝おうか？結構よ。もうすぐ終わるわ。ほら、完璧でしょ？仲良しのレディーを手伝いに行こうっと。ねえ、ベビーカーを直してくれない？ひどいのよ。見て、ケイティの柵もよ。ダメ、拾ってあげる。このままじゃダメだわ。ファンディは手伝おうとしているんだけど、全部壊れちゃう。これも、これも。誰かが止めてあげなきゃ。手伝わせて、友達でしょ。いやよ。自分たちで直すわ。えい、えい。よっ、ほっ、ほっ。イエーイ。治ってる。また走れる。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。ありがとう、ミッシー。最初から手伝ってもらえばよかった。私は邪魔者ね。私は修理が得意なの。直したいならいつでも一緒にやろうよ。それにね、ワンディは邪魔者じゃない。星に詳しいわ。私たちに教えてよ。そうだよ。マジックティア、これならみんなで月を見られるね。とっても素敵。わー、おお。心配しないデビに直してあげる。ごめん。
のフレーバーは盛りだくさん。暑い。水遊びしない？気持ちいいよ。暑いと大変だね。雲の上はとっても涼しいよ。涼しくなるアイデア思いついた、うん、ねえ早くして、脳みそがゆだっちゃう。ちょっと、わあ、ケーキがアイスクリームになった。ん？私のベビーカーが。おいしいでしょ。うえ、このアイスすごく変な味がする。ファンタジーマウンテンではいろんなものをアイスにして食べてるわ。みんなの大好物なの。私のはおいしいよ。食べさせて。いいよ。甘い。私もいいよ。これは元がカップケーキだから美味しいのかもね。ふん、私は物足の方が好きだな。じゃあカップケーキとアイスクリームを混ぜてみようよ。たくさん作ったの。ここにあるものと食べ物を混ぜれば美味しいアイスクリームができるはずよ。いいアイディアだね。帽子とイチゴでハットベリー、チョコレートとボトルでチョコボトル、バルーンとバニラでバルーニラ。このフレーバーはとてもユニークね。それに食べるとすっきり。ファンタジーフュージョンって呼ぼうよ。賛成。アイスクリームにするからみんなに配って回ろう。お願い、一個届けて。私の家にも。私にも。でも届けるってどうやって？コニーにサプライズを用意したのよ。目を開けて。イエーイ、少し改造したの。これでアイスクリームを届けて。任せて、全速力で届けるから。やったやった。アイスクリーム作りって楽しいね。をちょうだい。ドラムはどんな味かな。私はどれにしようかな。あ、これ楽しい。アイス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 。に行ってくる。よし、配達完了ね。ねえコニー、食べたかった味はこれじゃないわ。他の作れる？三色アイスがいい。暑い。コニー、次のアイスは？ねえ、みんながまた。え？どうしたの？これ。何も残ってないよ。ん？いいえ、フリスビーが残ってるわ。待って、フリスビーがいるの。みんながもっとアイスクリームを食べたいって言ってるの。返して。大丈夫？どうしたのコニー。私たちがアイスを頼みすぎちゃったみたい。優しいコニーに私たちがお礼をしなきゃ。サプライズの用意を手伝ってくれる？みんなのお気に入りのものを集めてきたわ。これをファンタジーフュージョンでアイスクリームにして。わあ、すっごくガラフルね。しかも大きい。コニーのアイスよ。私たちからのお礼。イエーイ。最高にフレンドリシャスなアイスクリームね。マジリアセルフサービスのアイススタンドよ。イエーイ。どうして思いつかなかったんだろう。イエーイ。やっぱりこの味が一番美味しいわ。